マリアデル・ピラール・フォン・バイエルンは、ドイツ・バイエルンの王族、バイエルン王女。全米は、マリアデル・ピラール・オイラリア・アントニア・イザベラル・ドビカ、フランツィスカ・ヨーゼファ、リタ・オイフラジア。バイエルン王子、ルート・ビヒ・フェルディナントと、その妻のスペイン王女、マリアデ・ラパスの間の、第三次、長女として生まれた。スペイン女王・イザベル二世の外孫にあたり、 イサベル女王の8人の孫の中で最後に誕生した。女性画家として活動したほか、1930年代にミュンヘン在住のアイルランド人作家、デズモンド・チャップマン・ハストンと共著でいくつかの本も執筆した。生涯独身を通した。ありがとうございます。